どうも、ちかです。私ね、進行性の大腸がんという診断を受けました。がんは私に教えてくれました。とてもたくさんのことを。中でも私が大事にしているのは、自分を愛しなさい、最大限に。幸せでいるために、一緒にいる人を選びなさい。心地よくいるために、いるべき場所を選びなさい。我慢しすぎては絶対にダメ。がんは私の生活をとても健康的に変えてくれました。今や私は知っています。空が瞬間瞬間に私たちに愛情をくれているっていうこと。朝の静けさがとっても素晴らしいということ。朝日は私をこんな気持ちにしてくれます。ここに存在できてよかったな、とても謙虚な気持ちになります。ところで、もしあなたの周りにがんにかかっている方、がんのサバイバーの方がいらっしゃるのであれば、私はあなたにその方をこんな風にケアしてほしいと思います。その人がその人でいられるように、だってね、がんはその人のたった一部なんです。笑顔でおしゃべりしてください。愛のあるハグをしてください。そして時々笑わせてください。見てくれてどうもありがとう。